水無川は、島原半島中央部の雲仙岳島斜面から、有明海へ注ぐ二級河川である。流域は、長崎県島原市と南島原市の境になっているが、源流部の一部は、雲仙市にも属する。流域のすべてが雲仙岳に由来する火山採設物に覆われ、地表を水が流れるのは、高宇治のみである。1990年から1995年の、 雲仙普賢岳噴火では、この流域に沿って土石流、火砕流が流れ下って大きな被害を出し、地形も大きく変化した。雲仙山系の普賢岳、平成新山の東側斜面を水源とする。平成新山の東側には、樽木大地、稲尾山、岩城山、貝野岳といった丘陵があり、その間に赤松谷、押が谷などの谷がある。 南端にあたる赤松谷から本流にかけては、島原市と南島原市深江町の境界となっている。谷は、島原市上木場地区、南島原市大野木場地区、島原市安徳地区を通り、東の有明海へつながる。本流の谷は、約8キロメートルあるが、高宇治の道標を、水が流れ、平城は、枯れ川となる。 上流部にある雲仙岳の火山砕設物が崩落、流下するため、流域は火山砕設物が厚く堆積する。特に下流域は天井側と化している。流域では1658年に土石流が発生し34人が死亡したという記録がある。1957年7月末の佐早豪雨の際には1日の降水量が765ミ、mm、リメートルに達し、 微山の崩壊した土砂が水なし側にも流入した。1990年には普賢岳が噴火し、翌1991年からは、低ーサイ都市の火山採設物に由来する土石流や火砕流が流域に頻発した。火砕流による死者、行方不明者は、計44名、火砕流と土石流による負傷者、計12名、家屋被害は、 計線331個に上った。噴火活動は1995年に収束したが、土石流はその後も発生している。土石流に備えて、大規模な堤防や砂防ダムの設置、本流北側に、導流堤の造成、下流域の重上げ工事などが行われた。ありがとうございます。